漫画の本棚今日は番外編です第66回の海外漫画の本棚でこちらですねエイドリアン・トミネの長距離漫画家の「孤独」という作品を取り上げました。 まあこちらの作品エイドリアン・トミネの人生のまあ残念なエピソードをまあ面白おかしくというかやや自虐的にあの描いた自伝漫画でございましたですけれども今回の番外編ではまあこういった面白おかしいコメディ作品というのをねえ取り上げていろいろおしゃべりしていきたいと思います。 まあ、なかなかちょっとコメディ作品といっても、まあ、いろいろあったりもするんですけれども、あのーまあ、な,なかなかね日本にはあんまり翻訳されてない感じもしていて、まあ、というのもやっぱ笑いってねその国のならではの笑いみたいなのもあって、まあ、翻訳しづらいところとかもあったりもするのかなとかっていうふうにも、えー、思ったりもいたしますけれども。 まあ、例えば、あのー、ね、海外漫画の本棚でも紹介したところで言うと、ティーコの一発旅行とか、<laughs> まあ、これね、まあ、まあ、まあ、コメディというか、エ,エロコメみたいな感じになってますけれども。それはコメディでいいんじゃないかな。はい、あのー、まあね、ティーコさんという、あのー、まあ、超肉食系女子が <laughs>、台湾の女の子がですね、日本に、えー、やってきて、あの、防衛ハントのために日本にやってくるという、うんそして であの、さまざまな日本人男子とのワンナイトラブが <laughs> あのあの展開されていくという、まあ本当にもう笑,笑いしかないような作品でございますけれども。あと、えっ、ー、と、そうですね、なんかそれに近しい、近しいというわけでもないですけど、うん、まあ女性のね、コメディーものとかっていうとね、まあこの、 テネロープバネューのジュゼフィーヌとかもすごくね、はいえー、面白おかしい、まあ、20代の,あのパリジェンのです、ねはい、日常を、あのまあ、本当になんかちょっとブラックな話題みたいなものも含めてご紹介されている作品かなっていう感じでございますけれども、ね。なんか俺それさ、出た当初読んだ時に思ったのが、はい、やっぱ日本だったら結構自虐みたいな感じで、例えばアラサー女子のこととか、 を自分のことであってもキャラクターのことでもちょっとおかしく見せるとか笑わせるみたいなそういうふがちなところがうん、うん、あんま自虐になってないっていうのはすごく新鮮に感じた点なんですよ。<ー>自分になるだけじゃないんだけど,ど僕らからしてみたら自虐には入らないぐらいな感じで<ー>やっぱポジティブっていうかあのすごく自分のことに自信がある意味あるっていう感じに見えるっていうか にあ、それはそうですね。確かに、それはそうですね。うん、なんか、結構、あの、この作品の中ではね、まあなんか、ね、あのー、こう、まあ、さえない毎日みたいなことが書かれてますけれども。うん あのもうなんか日本人の私から見たら、いや、なんかそれでもめっちゃおしゃれやんみたいな感じの、<laughs> ねあのすごいかわいい作品でしたけど、ねね。バカンスイッとかさ、そういうのは本当に当たり前のものとしてフランス人にとってはあるから、うんバカンスみたいなさ、いけないみたいなところで作っていくところがさ、<laughs> そ<う> <laughs> 確かに、ねか <laughs> そ。なんか大前提が違うみたいな。 あ、なとなんかね、フランスの作品だと、もうこれ、笑っていいのかどうかわかんないんですけれども、<laughs> この、白論、博黒 <laughs> <laughs> 日記という、まあ、あの、ね、あ博士、博士論文を書,か書こうとする大学院生の、 こう、もう、な、涙あり、もう、笑いあり、みたいな感じの学生生活を描いた、あの、作品でございます。もう、なんて言うんですかね。初めは、こう、結構、意気揚々と、あの、入学した学生たちが、どんどん、どんどん、あの、時を得るにつれ、変貌していくという様が、なかなか、もう、なんか、あの、本当笑っていいのかっていう感じの、い<や>あのね。<laughs> <laughs> 笑っちゃうんですけれども。まあでもあのね、なんか、ご自身がやっぱあの、大学院生とかが読むともうなんかもう、もうリアルすぎて笑えないみたいなね、あ,うん、あの、感想をあげてらっしゃる方とかもいて、ああ、やっぱなんか、あの、 国は違いがやっぱ大変なんだなみたいなそういうのをすごくね感じさせる作品でございましたね。僕も修士までは行ってますけど、修士時代に当然修士の仲間とか博士の先輩とかいてさ、やっぱそんなもんだし、本当に瞑想みたいなのは自分自身でしたし、周りも過ごしてるし、そんなもんですよ。なんか僕、その作品ですげえ思ったのは、そばで読んでるけど、ポスドクのさ、 そのだから出た後の地獄を描いてほしかったって本当思った。うん、あかにそれこそが地獄でしょ <laughs> いやまあ どうなんだこれってなんだろう日本独特なんですかねやっぱ、だってね、ドクター取ったらもうなんか就職できないみたいな、なんかそういうのあるじゃないですか日本って。ね、逆に。ね、あの、本当はね、そういう、やっぱ、ドクター行った人間の方がもう評価されて叱るべきなのになんかそうじゃな、ない感じのところとかもあって。 そっか、文系はでもそうなんですね。私は、なんか理系の収支だったから、理系の収支はそこまでの、なんて言うんですかね、悲観はないというか、まあ結構やっぱね、収支まで上がる人はすごいお多いのであの、まあまあドクターまで行くとやっぱ結構いろいろ分かれていってしまう<ー>ところはあったりもするんですけれども、あ<ー>まあでも、なんか、うんうん、そこまでのね、悲観差はないんですけど、やっぱ文系っていうのが、 まあまあそうじゃない、<laughs> はい、なんかこんなこと言ったら怒られるかもしれないけど、うん、クソの役にも立たないことやってるわけです、ね。いやーまあでも本当ねあの、すごいもうなんか涙なくして読めないみたいなそういい人もいるとは思います、ね <laughs> ね、作品ですよね。 あとねやっぱヨーロッパの作品だともうかなりこれブラックですけれどもあの禁断の果実という、まあ、フェミニズムギャグコミックというふうに書かれてますけれども <laughs> コメディーなのかどうかわからないですけども、まあ、ねコメディーなのかわかんないですけどギャグコミックっていうのもあったりるか そう、ギャグコミックってね、なかなかすごいですけれども、まあ、かなりなんか赤裸々に、はい、もう大爆露体験みたいな、ちょっとそんな感じの様相も、はい、あつりつつ、までもあの、ぐっとくるようなところもあるし、はい、すごくあの勉、勉強になるなというか、うん、なんかもうほんと目から鱗がボロボロこぼれたみたいな感じの作品でございましたけれどもね。あまあ、女性だけじゃなくて男性も本当に、全員がんのイケボンじゃないですか,、うんうんか。あ、それは本当そうだと思います。うん うん、というようなね、まあ、それをかなり面白く書かれているっていうのがね、あのいいところだかなと思いますけれども、あとなんか原さん、どうですかそうですね、えっとまあ、あのいくつかと思ってことって、アジアの、えっと、漫画一つ、これ、うんえっと、ジャンプレベルでデビューってるんだよな、えー、ジャンププラスかな、兄、はい、につける薬はないっていアニメも多分やってたものだと思いますけどえっと、その、兄弟の。 兄と妹の、はい、えっと日常、うんうん、わちゃわちゃした日常を描いていく、もともとウェブコミックだったと思うんですけどね。あっ、そうなんですね、はい。すごく日本の漫画っぽくもある、まあ、東アジアっぽいっていう、えー、感じなんですけどね、ね、うんまあ。これなんか、はい、まさにコメディだと思います。それからそれ以外で言うと、僕自身が翻訳している、覆、えー、面戦隊ルチャドーレスファイブっていう。 これめっちゃいいですよねパイインターナショナルか,、えー、から出てるユマノイドの、えー、とレベルとして訳したものですけどね、ま、はい、なんか内容のない作品なんですけど、はい、これねあのなんかこう、ロサンゼルスだっけロサンゼルスを舞台に、その街を、ねえー、と守る、えーとはい、5人の,あの、はい、ヒーローたちみたいな。 メキシコのレストランのね、ブチャリブレーったりするけど、プロレスの仮面をマスクをかぶってるヒーローたちの、通訳なのか活躍じゃないのか、それを描くみたいな、そういう立て付けの作品で、バンドでにもこういうのあんだねみたいな、そういうでは新鮮かもしれ確かにそうですね、結構なんかね、おじさんたちがわちゃわちゃしてて、面白いというか、かわいいというかね。 <laughs> そうですよね、でこれやっぱ、うん、もうだいぶ前だけど、翻訳したのも、もそれこそ10年ぐらい前じゃないの、これ翻訳したの。あもうそんなになにりますかその時に、やっぱ結構ね、好意的なあの評価を受けたんだよね、2014年8月だもんね、10年前だ。んだ10年前なんですねうーんなんか、派兵、こういうのを受けんだと、僕は当時、思いましたね。 うんいやでもなんかいろんななんかオマージュというか、うん、あの、がすごい楽しくって、あのー、何だったっけ、なんかゴジラが出てきたりとか、めっちゃ可愛いゴジラが出てきたりみたいな。そうね。<笑><笑><笑>なんかそういうこう、ちょっと、ちょっとしたね、あの、面白さというか、うん、あの、ねコメディ、コメディ,ーメディーさみたいなのがあって、なんかそれはすごい面白かったし、もこれ 結構やっぱなんか日本の漫画とか好きな人とかにもね好まれそうなタッチですよね。なんかそ,そうですね。キャラクターも等身短かったりとかしてね。可愛、うん、い,いし、うん、まああと世界観が好きとかっていう人は結構いそうな気はします。はい。っていうねそういう,うん、うん、あこれもコメディータッチの作品ですね。 あと、はい、まあもう一つ、えっと、これも僕の翻訳したものだけど、これはだからコメディでももうブラックなコメディ、ねうんうん、はい、超絶ブラックですね。ビ、はい、ンシュルスっていう作家のウェルカム・トゥ・ザ・デス・クラブっていう短編集なんですけど、これ、多分全然売れなかったと思うけど、ああ、すごい大好きな作品で、ああ、ほですかはい、えっと、このね、なんだっけな、こうパッドブンここパッとブーン・ハッピー・エンドっていうね、 も、えっともと一冊の本として、薄い本として出たものなんですけれども、はいえっと、本当に世界一不幸な男みたいな <laughs> 男の本、はい、その本がどんどん悲惨な目に遭っていくっていう作品なんですけど、はい、そういう意味で言うとね、はい、長距離漫画家の孤独みたいなのを思わせなきゃなど。な、はい。これ、僕ね、本当、はい、心から好きで、書た、はいえー、いってずっと思ってて、あね、まあ訳せて、これ、あのー、えー、とこの前にピノキオが出てね、 ピノキオがまあまあ受けたんでやらせてもらったんですけどこう、はいうのや訳せてすごく幸せだなって思った作品の一つあそうだったんですね、はい、そんな思い出のある作品だったか、ね、僕やっぱすごい思い出あるな作ってンシュルスは大好きです、ね、<laughs> ああそうなんですね<あ>えー、あもう一回読み直そう読み直してください <laughs> はい まあ,あとなんかアメリカで作品で言うと、うん、まあこういうね、ナンシーという、もう本当に新聞漫画のもうご長寿漫画でございますけれどもね。そのあのナンシーの現代版、これ6代目の方かな、作者さんね。あのジェ、オリビア・ジェームスさんね。 六代目のあの、男子の作者さんが書かれたやつですけれども、あの、スマホが手放せない現代、この、8歳の、8歳だって、女の子、男子にしようっていうことで、なかなかこう、辛辣な子なんですよね、この子もね。はい、うん、っていうような、まあ、可愛いけれども、ちょっとなんか、ブラックなところもあるし、みたいなね、そういう面白い作品ですとか、あと、あの、これですね、これもうちょっと忘れちゃいけないんですね、ロックマン。 あの、まあ、子供向けの作品ですけれども、えっ、ー、と、頭が、あの、犬で、体が人間という、あの、警察の、あの、刑事さんのドックマンが活躍する。うん、ま、でもなんか、あのー、活躍すると言っても、結局はなんかね、あの、犬なんでね、なんか所長さんペロペロしたりとかしてね。<laughs> そうだったね。そう。なんかめっちゃ可愛らしい感じのね。まあ、でもあの、アメリカで、あの、一番売れている、アメコミと呼ばれている、うん、 あのね、すごい人気の作品ですね。まあ、こんな感じで、まあ、なんか、いろいろね、楽しい作品もたくさんあるので、皆さんぜひ読んでみていただけたらというふうに思います。はい、ということで、今回の海外漫画の本棚の番外編、このあたりで終わりにしたいと思います。海外漫画の本棚は毎週金曜日。 夕方にお届けしております。あと原さんとご一緒に海外漫画ラジオという海外漫画にまつわるニュースや雑談をするポッドキャストもやっております。そちらは毎週火曜日と木曜日12時更新です。よかったらそちらもぜひチェックしてみてください。ではまた次回お会いいたしましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。